TK プレスニュース週刊デジタブル108号です。写真や映像、デジタルコンテンツに関する話題をホットにお伝えします。今回は昨年11月に出版したデジタルフォト基礎講座の補足動画解説、フォトショップのカラー設定について解説します。昨年最後の106号でお伝えした sRGB と Adobe RGB の続きですね。はい、106号ではデジタルフォトには色空間という概念があることをお話ししました。今回はそれを正しく運用するための第一歩、フォトショップのカラー設定です。フォトショップではインストール後、最初の起動時にカラー環境の設定を行うようになっていますが、もちろんその後も印刷やウェブなど目的に応じて設定を変更できます。フォトショップの上部のメニューバー、編集から下の方にカラー設定があります。デフォルトではプリセット、一般用、日本2が選択されていますね。ここで高度な写真調整や印刷作業向けの設定のプリプレス日本2を選択してみます。プロユース、フォトグラファーや印刷関係など向けに作業スペースが Adobe RGB に変わりました。作業スペースとは何でしょう？ RGB や CMYK のプロファイルをどの形式をベースに扱うかということですが、おそらくプロファイルは何って聞きたいですよね。RGB や CMYK で示された色のデータを実際にどのような色で表示・印刷するのかをデバイスに依存しない絶対的な色空間を基準に記録しています。このカラープロファイルを画像データに埋め込むという言い方をしますが、画像につけることで画像作成時に使用したモニターでは実際にどのような色で表示していたのかが分かるようになります。画像の表示方法のレシピみたいなものですね。そうです。フォトショップでの正確な作業にプロファイルは欠かせません。プロファイルを持たない画像や新規作成の場合は、ここで選択したカラースペースが自動的に使用されます。プロユースには RGB が Adobe RGB と CMYK が Japan Color 2001 Coated の組み合わせが基本になります。106号で sRGB と Adobe RGB の違いを見ましたので、なんとなくは分かりました。それらが正しく運用されていないと意味がないということでしょうが、実際にはどういうことが起きているんでしょうか？実例を見ていただくのが一番良いのですが。時間です。すみません、来週に続きます。